はーい、どうもねです。今回ですね、トレマが終わったということで、トレマ報酬チケットガチャの方引いていこうと思います。はい、思うんですけど、今回はですね、そうですね、トレマ報酬もありますし、海賊祭の、チケットもありますし、ログインボーナスでもらったチケットもあります。それで、超すごいやつ、超すごいやつチケットが6枚で、超厳選されたチケットが3枚という感じで、他の、チケットは星4以上確定チケットと、あとは星4以上じゃないチケットもあるかな。それあとはそのチケットどもです。チケットども、カスチケットだけなので、とりあえずカスチケットの方を引いていこうと思います。ではね、星4以上確定チケットの方はもうボンボン引いちゃって、いいやつが来たときは止めてっていう感じで見ていこうかなと思います。とりあえず1枚目は見ていきましょう。さあ1枚目なんですかと、いらん。さあ2枚目です。いやね、今回はね、いいキャラが出たときは止めるんですけど、出なかったときはどんどん行こうかなと思ってます。いいね、かく。さあ3枚目いきましょう。いや今んとこはやばいです。今んとこやばいです。さあ3枚目、いやいらんて、いらんて。さあ4枚目かな。さあとりあえずすごい。おい、またちょろり、待って、赤来た、超すごいやつやん。こいこいこい、なんでやねん、なんでやねん、本当にどういうことですか、本当に。いやもうさ、何、本当にこれは嫌がらせですか。いや本当ね、これストーリーがあるんですけど、物語があるんですけど、自分ね、このドフラミンゴが出てから本当にずっと狙ってたんですよ。 7.5 周年のガチャから、もうそれこそ50連100連ぐらいいってるんじゃないですかね、ドフラミンゴのために使ってきたわけですよ。なのに出なかったんですよね、結局出なかったんですけど、先日ね、ロジャー&ニューゲートが来た時に引いたんですけど、その時出たんですよ。でそれで良かったんですけど、そこからはね、もうボンボンなんかいろんなガチャで出るようになってしまって、もうこれで3体目 ?4 体目なんですよ。いらんて、もう。いや、いるんですけどね。もう持ってる分にはいいんですけど、いや、もうね、ドーラミンゴ嫌がらせですよね、本当にこれは。なら、そっと 7.5 周年の時出してくださいよって、もう、かわいいって。でも、幸先いいですね。超すごいやつ出るのは、幸先いいかなと思います。銀かい、銀かい。ウソップ。腹立つ顔してんな。さあ、どんどん行く。行く。どんどん行く、どんどん引いていく。さあ来い来い来い。今度フラミンゴは進化後は持ってるんですけど、進化前持ってなかったんでいいでしょう。さあ続いていきましょう。今んとこでも悪くないですよね、超すごいやつ1体出てるので。さあ来い、超ニッキー。チョパエモンはあれですね、ワノ国の時のチョッパーで、チョニキがホールケーキアンダーの時のチョニキなんですけど、いいねこのコビ、話させていただきます。このコビはですね、本当にいいキャラですよ。もうね、いろんな場面で使えるキャラなので、持っていて損はないと思いますので、皆さんもこのコビを当てたら、ぜひ強化してみてください。さあどんどんいきましょう。もう時間がないのでどんどん引いていきますよ。さあ金です。そう、いいね、ベルメールさん。いやいいな、これこのベルメールさんはいい、このイラストはいいですね。いやもうね、ワンピースのいいところは、なんか昔のキャラも、もうね、本当に素晴らしくいいんですよね。素晴らしくいい。もちろん今のキャラもいいんですけど、昔のキャラのね、良さってのもあるんですよね。昔のキャラも愛されてるってとこがやっぱいい。いいね、作品なんじゃないかなと思ってます。さあ、どんどん行きましょう。来い！また超すごい月でもいいんだよ。金ね。金ですよ。持ってないキャラ。ウソップン！ウソップン、やっぱウソップン、あそこから、あんな筋肉もりもりになったの、ほんとすごいと思います。さあ、ケロス。さあ、どんどん行きましょう。来い。星4。以上。ずっと魚人島から気になってるんですけど、マダムシャーリーいるじゃないですか。もっと待って、赤来たぞ。来い、やばいやつ来い、やばいやつ来い。青生地だ。これからお前は、その答えを見せてくれるのか。いいね、青キジ。青キジはいいよ。素晴らしい。いやね、気になったんですけど、青キジと、進撃の巨人のジークの声って同じ声優さんですかね。いやもうね、最近ちょっと進撃の巨人見てるんですけど、
いやあれですよね、やっぱチークの声って聞きやすくて、好きな声なんですよね。うん、で青木地もなんかそんなっぽいので、いや同じ声優さんなのかなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。アイスエッジ、いらん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 いる。さあ来い、結構もう引いてますね。また赤来たよ、待って、また超すごいやつじゃん、来い来い、もっとやつ、いいね、犬嵐。モコモコ王国、いいね、モコモコ王国、言いづらいの、モコモコ王国ってね、言いづらいな。いらん戦国、まあ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 、もう何枚目ですかね、もう30年くらい回したかな。また赤です。え、待って、本当にやばくない、え、まあ今回出過ぎじゃない。いいね、王族が奉仕などするな、話にならぬ。いやね、いや最近の話、まあホールケーキアイランド編なんですけど、いやね、トップレベルに来るぐらい、いい話だと思ってるんですよね。いやもうサンジの過去もあれですし、ね、サンジとルフィが戦うシーンとかも本当に泣けましたし、いや久しぶりじゃないですかね、あんなに泣いたの。本当にルフィとサンジが戦ってる時、あんなに涙出すんだって自分でも驚いたぐらい、涙出てきちゃいまして、いや自分普段泣かないんで、本当にあの時号泣したなって思います。かわいいな、おいキャロット、何これ、かわいい、うわこのゾロ好き、いやさっきのゾロいいよね、いや自分イラスト好きなんですよねって、また赤きてるんじゃん、ちょっと待って、来い、出すぎじゃないさすがに、うわえぐ、たまにはバカンスも良いものじゃない。いやーハンコックは綺麗ですよね、本当に、うん、負けず劣らず、いや本当に綺麗な、キャラだと思ってるんですけど、いいですね、うん、いやありがたい、これいや星4以上確定チケットでここまで赤出るのは嬉しいですね、本当にありがたい。フランキー、サニー号、夢の船にできる船長はおめえだけだ。何言ってた、パンツ一丁で、ゲンさん、このゾロはありがたい、さすがに波終わったかもしれないですね、さっきまで結構調子良かったんですけど、今ちょっとトントントンとなんかね、いらないキャラたちが来てるんですけど、さあ来い、また赤です。え待って、めっちゃ来るやん、来い、これやばいやつ持ってないやつ、こわしのことはジンベエと呼んでくれ、ジンさん、まあ、ということで多分これがラスト星4以上確定チケットです。さあ来い、いいね、とりあえず金来い、あーこれ持ってないです。はい、ということで、星4以上確定チケットは全部引いたんですけど、星4以上確定チケットでなんと超すごいやつが6枚7枚ぐらい出たんですけど、いやありがたいですね、でまあこっからが本番なんですけど、まあ超すごいやつが6枚と厳選された超すごいやつが3枚という感じなんで、どんどん引いていきましょう。まあとりあえず超すごいやつから引いていきますか。さあ1枚目いきますよ、頼むぞ、とりあえず持ってないキャラ、来い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 、頼む、持ってない、来い来い、いいね、クルヒエ、いい仲間になれそうだぜ、ハハハハ、なんか元気ないぜ、ハハハハだね。さあ2枚目いきましょう、2枚目、来い、でも今のところ持ってないから来てますんで、このまま持ってないからどんどん来てくれ、頼む、かぶんないでくれ、来い来い来い、いいね、バルさん、バルさんいいよ、聞いたことないべ。さあ次3枚目ですね、こい、いいよ、赤、これかぶんなければいい、かぶんなければいい、いいね、ルフィ、何これ、ルフィ、このルフィ何、知らんルフィよ、持ってないルフィだし知らんルフィよ、どういうルフィ、そういうルフィか、いいね、ルフィ、
いいよ。さあ4枚目いきましょう。4枚目超すごいやつ。とりあえずかぶんなければいい。今んとこかぶってない。今んとこかぶってんの本当にすごいですよ。いつもかぶるんですよこういうとこで。すぐかぶるんですけど今回かぶってない。かぶったよ。まあでもまあウソランドはいいでしょ、個人的に好きなんでウソランドはいいでしょ。さあほい5枚目。5枚目かな。5枚目だよね。さあかぶるなよ。いいね猫まぶし、ありがとう猫まぶし。さっき犬嵐出てきてくれて、もう猫まぶしも出てくれるのありがたい。本当に2人とも揃った、いいよ。あの自分意外と猫まぶしと犬嵐のキャラ結構持ってるので嬉しいです、ね、いいね。まあ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 、ルフィ&ロアいいでしょう、うん、強いのでいいです。正直強いので、まあ意外とねいろんなところで使えるのでルフィ&ロアをゲットできるのはいいでしょう、うん、強化しますこれで。はい、ということで、あとは超あの厳選された超すごいやつなので、まあその3枚引いていきましょう。いやだから頼むよ本当に、ライのボックスの厳選された超すごいやつじゃない、それだけは勘弁してくれ本当に。それだけはね本当に来ないでくれよ、それだけは。来い、いいねライリー。さて鍛えるとなれば私は甘くないぞ。いいねこのライリー、シルブロスライブリー、シルバー3リー。さあ2枚目いきましょう。頼むぞ、持ってないキャラ、とりあえず持ってないキャラ。今んとこ1枚だけかぶったの、ウソランドだけでしょかぶってんの。いいよ、さあ来い来い。うわあかぶったか、よし宴だ。いやでもこのルフィはもう強いのでいいでしょ。おいブルック、何髪染めてんだお前、髪痛むぞお前。さあラスト1枚、これですごいやつ来てほしい。本当に頼む、本当に頼みます、本当に本当に頼みます。いいやつ来い、持ちないキャラ、そして強いキャラ来い来い。おお待って、これは嬉しいです。いやちょっとね今一瞬切れたと思うんですけど、いやこのチョッパーはめちゃくちゃ強いです。うん、いやなんでかって言うとやっぱ船長効果がね強いっていうか、綿あめの冒険で獲得したバター飴の数が獲得した分だけ増加するっていう、この効果が欲しかったずっと。うん、いやね助っ人とかで結構持ってる人いたんですけど、いや本当にねこのキャラだけは欲しいなとずっと思ったので本当にありがたい。あと自分的にはバギーの船長効果のバギーも欲しいなと、うん、語彙力なし。